どうもこんにちは、まみよしです。今回は iPhone 16、16 Plus の色選びについて、今回のカラーめちゃめちゃいい色が多くてどれを買おうか迷ってる人が多いと思うので、コメントでアンケートを取ってみました。4932票あるので結構正確になってます。選んだ理由とかもコメントもらってるのでぜひ参考にしてみてください。やっていきましょう。ということで、まず結果ドーン。第4位がピンク 6% ということでかなり低いですね。まあ結構男性ユーザーが僕のチャンネル多いんで、そのせいでピンクが 6% 4位になってるはず。続いて第3位はティール。まあエメラルドっぽい色なんですけども、緑好きな人があんまいないのかな、そんなことないと思うけど、まあ13位ですね。続いて第2位がブラックホワイト。これ 48% なんですけども、ブラックとホワイト両方にしてるので、まあ 24% という感じですね。でホワイトとブラックどっちが人気かはちょっとわかんないけど、まあ同じぐらいだと思います。で人気ぶっちぎりの1位がウルトラマリン 33%。 これはアップルも一番前面に押してる色だし、青系なんですけども、なんか今までないような結構綺麗な色なので、これかなり期待してます。僕も今回 iPhone 16このウルトラマリン買う予定ですね。ということで、みんなが選んだ理由コメント見ていきましょう。まずは斜めのカメラ好きだったな。確かにね、 iPhone 16から縦のカメラになりました。ただ1ヶ月もすれば慣れる。前ね iPhone 12から13になった時に斜めになったんですけど、そこもね縦の方が良かったなってコメントがあったんで、まあ慣れます。今無印の14スターライト使ってるんだけど、やっぱりホワイト系が好きかな。わかる、僕もホワイト系結構好きで、16 Pro はホワイトチタニウム買おうと思ってます。ティール上品で好きだな。確かになんかちょっと大人っぽい感じはあるね。13の時の濃い緑が帰ってきてほしい。13の緑って結構渋い感じのグリーンですね。まあ13シリーズはプロも確かアルパイングリーンってやつ出たんで、まあ、なんか13は緑結構押してましたね。今回は青、結構あれかも、回ってるのかも。14の時はイエローかな、12は赤とか、なんかぐるぐる回ってんのかもしれないな。今回のピンク濃くて可愛い。そう、今回のピンクねかなり濃くて結構人気出るかと思ったんですけど、まあでもこうやってコメント見てるとやっぱり結構人気っぽいですね。ホワイトがスッキリしていき、やっぱねホワイトは安定。去年ね iPhone 15でホワイトなかったんで、今年帰ってきたのめちゃめちゃ嬉しいですね。だっていうか白もそうしたら気になるな。やっぱり新色らしいウルトラマリンに惹かれる。わかる、やっぱ新色って新しい iPhone 使ってるのみんなにもわかるし、ちょっと見せつけられるのもいいよね。白が大好きなのでホワイト。いや、やっぱ白はね安定よね。それこそあのどんなケースの色とかにも合うし、カメラ部分が白なので、まあ、白と合わない色ってなかなかないので、どんな色のケースもつけられるっていうメリットもあります。ウルトラマンかっこいいよな。ティガなんだろう、ウルトラマンってなんか色濃いからホワイトっすね。派手なのが好きじゃない人は白黒が多いかな。ピンク好き、今の iPhone SE カバーもピンクやもん。やっぱピンク好きには今回のピンクめっちゃ刺さってそう。ブルーが星のアクアマリンみたいなカラー名なのくさ。あーなるほど、あれか、推しの子か。やっぱ白が一番かっこいいわ。結構白推し多いね。白人気ってことはあれかな、今黒最高っていうコメントないから、あの黒と白だと白の方が今回人気あるかもしれないです。11みたく正方形のカメラ土台、やっぱ前の形がいいっていう人も結構いますね。やっぱ黒白好きっていう人も多いね。あ、色に飽きそう。確かにこれはあるんだよね。昔ね iPhone いくつだったっけな、11の時になんか緑、ミッドナイトグリーンじゃなくてなんかそんな感じの色買ったんですけど、結構飽きたんで、やっぱなんだかんだホワイトとかブラックとかが飽きづらいね。パーコピンクって書いてあるから、あ、そんなにピンク好きな人なのかなと思って見たらめっちゃピンク出てきた。ウルトラマリンかピンク、やっぱ結構濃い色もいいですね。標準シリーズなら15の方が色が綺麗だと思うな。あー、薄いのが好きな人もいるんだ。なるほどなるほど、ピクセルの色味確かに。どうせカバーするし色は。あー、でもカメラパンプ今回あれか、少ないから意外とカメラ周りのリングとかそのぐらいしか見えないかもな。まあでも透明ケースだったら普通に見えるんで、僕は結構透明ケース推しなんで、意外と色何でもいいっていう人もいるっぽいですね。プリキュアカラーすぎる、確かに。あー、おもちゃっぽいっていうコメントもあるな。まあ確かにそう言われたらそうかもしれないね。 Xperia 5 のデザインパクってる感じはオリジナリティないようなデザインな気がする。なるほど。はい、という感じで今回 iPhone 16のカラーランキング動画撮ってみました。やっぱりね僕もウルトラマリン好きだし、結構みんなもウルトラマリン好きっていう人が多かったですね。で、あとピンクもこのアンケートでは人気少ないように見えるんですけども、結構コメントでピンクめっちゃいいっていう人もいたんで、意外とねピンクも人気でした。まあ、全部いいですね。ということで自分の好きな色をぜひ買ってみてください。 iPhone 16 Pro の人気カラーランキングも動画出す予定ですので、16 Pro も気になってるよっていう方はぜひチャンネル登録してお待ちください。以上、バイバイ。